皆さんこんにちは、ジャズギタリストの高面信樹です。今日はニューヨークのジャズのジャムセッションで最も演奏される曲トップ10を紹介したいと思います。このランキングなんですけども、僕がこれまでに共演してきた素晴らしいミュージシャンたちに5曲一番これまででセッションで演奏した曲を聞きました。楽器もですね、ギターだけではなくベースやドラム、ピアノ、サックスといったいろんな楽器の奏者に声をかけました。そして総合的な結果になるように、コンテンポラリーなジャズを演奏するプレイヤーからスイング、ビバップ、ストレートアヘッドなジャズを演奏するプレイヤーにまで声をかけました。本当にですね、忙しくてなかなか時間のない素晴らしいミュージシャンたちが時間を割いてこうして完成したチャートなんですけども、彼らの素晴らしい音楽をですね、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいので、了承を取ったアーティストのウェブサイトのリンクや音源へのリンクがこの概要欄にあるので、この動画をご覧になった後にでもぜひ下の方からチェックしていただけると嬉しいです。では早速行ってみたいと思います。まずトップ10、10位を紹介したいと思います。10位はコール・ポーターの What is this thing called love です。この曲は、ホットハウスのコントラファクトの元にもなっている曲で、F マイナーから始まってこう C メジャーのように、解決していくような A セクションがあって、ブリッジのところはですね、全音下の B フラットのキーに転調して、それからユニークな形でまた A メロに戻っていくという形で、一度聴いたら、こう耳に残ってしまうようなかなり印象的な曲だと思います。続いては第9位に行きたいと思います。第9位はですね、 I'll Remember April です。この曲は、ABA のフォームの曲で、最初の A セクションの G メジャーのところから G マイナーに行くところが、すごくモーダルな感じのアプローチもできますし、あとサビに入ってからは単3度上の B フラットのキーに転調したり、あとはですね、G が元のキーなんですけども、 G から E に一瞬転調してこうサプライズするような感じでまた最後の A セクションに戻っていくという、かなり面白い曲です。この曲はですね、やはりクリフォード・ブラウンが演奏している演奏が有名なんですけども、ニューヨークで演奏するときにはやはり彼らが演奏していたようなバージョンで演奏することが多いような印象を受けます。この曲について僕の知り合いのドラマーが言っていたのは、やはりスイングからラテンに変わって、ラテンからスイングに変わるといったような、こういったスタイルのチェンジもあって、やはりこう知っておかなくてはいけない曲だなということを言っていました。続いては第8位に行ってみたいと思います。8位は Alone Together です。この曲は D マイナーのキーで演奏されることが多く、AABA の曲なんですけども、小節数が32小節ではないというところもあって、やはり曲を知っていないとなかなか演奏できない曲だと思います。 D マイナーから始まるんですけども、 A セクションの終わりの方では D メジャーに行ったりと、ちょこっとこういろんな仕掛けもあったりとかして、あとはですね、サビのコード進行はナイトインチュニジアのコード進行にも似ているので、そういったことを活かしながら曲を覚えていくといいんではないかなと思います。続いて第7位なんですけども、ケニー・ドーハムの作曲した曲で、ジョー・ヘンダーソンの演奏でも有名なブルーボッサです。この曲は、やはりこう例えばジャズの、初心者の方がですね、よく覚える曲ではあるんですけども、C マイナーから始まって F マイナーに弾き、 F マイナーから、D フラットメジャー、半音目の、D フラットメジャーに、解決するというような動きをする、かなりこうトリッキーな曲でもあります。メロディーの音もですね、なかなか跳躍があって、覚えにくいところもあるんですけども、ひとたび覚えるとこうシークエンスのような感じで、メロディーがこう統一されたような形で動いていくので、そういったところもですね、やはりこういった有名な曲というところの、ポイントなんではないかなと思います。続いて第6位を紹介したいと思います。ベニー・ゴルソンの書いた曲で Stable Mates が6位に入りました。この曲はですね、小節数がかなり変わったところもあって、あと ABA というような、フォームの、変わった曲なんですけども、なんといってもコード進行が、キーが D フラットで演奏するんですけども、 Em7A7 そして Em7A7 というような、いきなりこう始まりからこうパンチを食らうようなコード進行が始まるんですけども、こう B セクションサビのところに行くとですね、 F マイナーからこう、Gb7 G7 といって C7 そして C7 からまた B7 Bb7 A7 というふうにこうどんどん下がっていくようなコード進行で、なかなかこう目まぐるしい展開で、あとですね、やはりこのステーブルメイツというのは比較的アップテンポでも演奏されるので、なかなか難しい曲だと思いますが、この曲が第6位にランクインしました。続いて第5位いってみたいと思います。
第5位はですね、僕も日本のジャムセッションに行った時にですねよく演奏した曲で、 There Will Never Be Another You という曲がランクインしました。この曲はやはりもうダイアトニックのコードの中で、もう本当にいろんな動きをして、まあ、6マイナーに行ったり、あとは4度に行ったり、4度のマイナーが出てきたり、いろんなドミナントが出てくるので、ジャズを始めたばかりの人にはなかなか難しい曲かもしれないんですけども、この曲を覚えることで違うキーの曲でも、例えば I'll Close My Eyes とかコンファメーション、それ以外にもですねこのコード進行の動きをする、曲というのはいっぱいあるので、難曲ではあるんですけども、この曲を覚えることでいろんな、こうレパートリーが広がっていく、かなり重要な曲なんではないかなと思っています。続いては第4位に行ってみたいと思います。第4位は特定の曲ではなくて、まあその曲のフォームという感じなんですけども、ブルースがランクインしました。このブルースの曲はですね本当に、いろんなキーで演奏されるんですけども、やはり多いのは F、B フラット、そして E フラット、場合によってはですね D フラットのブルースを演奏したり B のブルースを演奏したりと、いろんなキーで演奏されるんですけども、このブルースというフォームが4位にランクインしました。特にですね曲名を挙げるとビリースバウンス、ナウズザタイム、オープリバーブといったチャーリーパーカーの曲や、サンデューとか、あとそういったまあクリフォードブラウンが演奏していたような曲や、本当にいろんなミュージシャンの書いたブルースを演奏するというのが、まあこの第4位にランクインしました。ここまで10位から4位ザザザッと見てきたんですけども、いよいよトップ3を発表したいと思います。トップ3はステラバイスターライトです。この曲はパラマウント映画のアンインファイティッドという映画に書かれた曲で、 B フラットで演奏されることが多いと思うんですけども、最初のコードが Em7flat5A7 という動きをするんですが、オリジナルは実はトニックディミニッシュの B フラットディミニッシュから始まります。あと実は原曲は G で演奏されていたということなので、まあ、このギターにとってはかなりいいキーなんですけども、やはり管楽器が演奏することが多いジャズでは B フラットといったフラットのキーが好まれて、この B フラットで演奏されることが多くなったようです。では第2位いってみたいと思います。第2位はですね、日本では循環というふうに馴染みがあると思うんですけども、こちらではリズムチェンジと呼ばれる曲で、ジョージ・ガーシュウィンの I Got Rhythm を元にして書かれたコントラファクトの曲の総称を言います。このリズムチェンジが第2位にランクインしました。このリズムチェンジもですね、まあ、特定の曲というわけではないんですけども、第4位にランクしたブルースといったような感じで、まあ、曲のフォームというような感じなんですけども、よく演奏される曲はオレオとかチャーリーパーカーの書いた循環の曲、他にもですね例えばリズムワニング、セロニアスモンクの書いた曲なんかも出ていましたし、ちょっと、循環のコード進行のブリッジがちょっと変わるんですけども、エターナルトライアングルという曲も挙げていたプレイヤーがいました。後付けの、曲の解説になってしまうんですけども、この曲は、AABA の曲で、先ほども言った I Got Rhythm のコード進行を元にしています。ちなみに I Got Rhythm では、最後の A セクションのところをですね、タグをつけたような感じで8小節ではなく、少し長い小節で演奏されることがあるんですけども、だいたいジャムセッションで演奏される曲の時には32小節で演奏されます。この、リズムチェンジのコード進行の中にですね、本当に、そのダイアトニックのコード進行をしっかりと習得するための要素がいろいろ詰まっていて、いろんな代理コードを、用いて弾くこともできるので、本当に、僕は重要なレパートリーの一曲だと思います。あと、このサビに入ってから、3-7、6-7、2-7、5-7という動きもですね、このリズムチェンジ以外の曲でもよく見受けられるので、この循環をしっかりと覚えることで、自分のレパートリーがまたこれまた広がっていく、かなり重要な曲だと思います。ではいよいよナンバーワンを紹介したいと思います。ナンバーワンの曲はですね、僕は、かなり意外でしたが、他の曲にもう本当に2倍ぐらいの差をつけてぶっちぎりで、一番演奏されたというふうにみんなが答えた曲がジェローム・カーンの書いた曲で All the Things You Are でした。この曲は皆さんもご存知だと思うんですけども、 F マイナーから始まって A フラットのメジャーに行き、 A フラットのメジャーから C メジャーのキーに転調、 C メジャーに転調したところから、その C メジャーが今度は C マイナーに変わって E フラットのキーに行ったような感じになって、そこからですね G メジャーに行くといったような感じで、かなり転調がですね激しい曲で、僕が曲に詳しい人に聞いた話によると、この曲はジェローム・カーンが最初に書いた時にはもうヒットしないような木をてらったような曲を書こうというふうな意図で書き始めた曲ということみたいです。皆さんいかがだったでしょうか。
よく皆さんが演奏するレパートリーは入っていましたでしょうか。今回のですね、このレパートリーが皆さんがですね、これからジャズスタンダードのレパートリーを広げていく上での参考になればなと思っています。ちなみにこのランキングなんですけども、冒頭でも言ったように僕の知り合いのプロミュージシャン50人に聞いたアンケートを元にしたものだということを考慮していただけると嬉しいです。実はこれからですね、月額制のサブスクレッスンということを始めようと思っています。会員限定の動画もたくさんアップしようと思っていますが、もし興味のある方は僕のウェブサイトの方から月額制サブスクレッスンについてのお問い合わせをしていただけると嬉しいです。あとですね、皆さんがこれからアメリカに来てニューヨークでもしセッションに来られる時には気をつけた方がいいこと、あとはやっておいた方がいいことなんかも紹介しようと思っていますので、サブスクのコンテンツに興味がある方はぜひウェブサイトの方からご連絡ください。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。